どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。ニコラス・ピタス。日本では極真空手、そして K-1 ファイターとしておなじみで、 VTR では大山抹殺最後の内弟子として紹介され、その熱い魂の戦いで見る者の印象に強く残っているファイターと言えるでしょう。そんな彼はデンマーク出身にして、1991年からそのキャッチフレーズ通りの東京池袋の極真会館本部道場若弟子寮に入寮し、内弟子生活をスタート。そこを卒業した1ヶ月後に大山抹殺が逝去されたという経緯から、最後のという形容詞が付けられることになったといいます。そんな彼は1993年10月29日から30日にかけて行われた第25回全日本空手道選手権大会に出場。1回戦でその前年の優勝者である田村義弘と相対し、ズン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 詰めて、その重たいパンチ、時折ローキックで攻め立ててくる田村義弘に対して的確に体重を預けて距離を取ってのローキックで反撃、さらに間合いが開いたら左右の中段回し蹴りの速射、特にその左ローキックが強烈で、やや田村義弘が足を引きずっているような雰囲気もある。後ろ蹴りも鮮やか見る、前蹴りもタイミングよく放ち、ハイキックも強烈で、上段前蹴りも顔面をかすめ、かかと落としもヒヤリとさせる切れ味を有しており、本戦を引き分けとし、延長でも的確に蹴りをヒットさせますが、さすがに田村義弘は110キロを誇るそのパンチ力が迫力抜群。戦いは再延長までもつれ、右の回し切りを連発してその巨体を揺るがしますが、もつれた際につかみが2回注意を取られ減点となり、最後は後ろ回し切りまで2度も見せるものの、おそらくはそのポイント差が響き敗れてしまいますが、見ている者に強烈なインパクトを残したことは間違いないでしょう。その後ニコラス・ピタスはほぼ半年後の1994年6月17日から19日にかけて行われた第11回全日本ウェイト制空手道選手権大会に出場。当時出場していたロシアのコチキン・ユーリア、空手革命児塚本ドリチカと共にハイライトに取り上げられ、右内股蹴りから左中段回し蹴りの鮮やかなコンビネーションを披露、相手を完全に悶絶させている様子を見せつけ、左右のパンチから左ローキック、さらに強烈な右ローキックからの再びの左中段回し蹴りでの一本、まさしく格の違い、それを証明しているかのようでした。そんなニコラス・ピタスは1回戦吉岡選手との戦いでは強烈な左弾、右内股のコンビネーションで右足を徹底的に狙い抜き、そこから後ろ蹴りを見せ、右上段膝蹴りからのかかと落とし気味の後ろ回し蹴りでマットに叩きつける、最後は膝で押して押して押しまくり勝利を収める。準々決勝では増井選手を相手に中間距離からの強烈な左中段回し蹴り、ここからの今度は右下段左内股の左足へのコンビネーション、そこから左中段回し蹴りを連発、レバーを効かせ、さらに右中段につなげ上腕に押し出し圧倒。準決勝では後に全日本大会3度の優勝、世界大会優勝を果たすことになる野口、鈴木邦弘と対戦、接近して胸へのパンチを狙ってくる鈴木邦弘に対して内股のカウンター、さらに上段回し蹴り、かかと落として振り払い前蹴り、左中段回し蹴りと見事なコンビネーション、
うまく距離を取って戦うニコラス・ピタスと、構わず距離を詰めて胸へのパンチから右下段につなげる鈴木邦彦。そんな中放たれたニコラス・ピタスの右中段回し蹴りで、あの鈴木邦彦の体がくの字に曲がる。どんな破壊力も後方か何かか。それに鈴木邦彦も気合を入れて応える。おそらくは相当な衝撃をもらったんでしょう。それはただ接近戦となる。ニコラス・ペタスが左、鈴木邦彦が右の下段を狙う。しかしパンチの破壊力ではやや鈴木邦彦に分があるようでした。戦いは再延長までもつれ、回りながら右下段右下段、膝膝膝蹴り、後ろ回し蹴りと攻撃を繰り出し、それに鈴木邦彦は体を預けての下段パンチで応える。いや本当五分だなと思っていたらやっぱりそうです。最終的に試し合い判定1枚の差で、本当に惜しくもニコラス・ピタスはここで敗れることになりますが、反対ブロックの塚本のレシカは準決勝で右穂佐都市に1本負けて敗れるほどに足にダメージを被っていたことも相まってか、3位に入賞を果たしています。続いてニコラス・ピタスは同年10月30日に行われた第6回全世界空手道選手権大会の選抜戦となった第26回全日本空手道選手権大会に出場。3回戦は蹴りの名手佐伯健人を相手に左下段左下段左下段で足を潰し、かかと落としを顔面に当てての右左下段、それで持ち味を発揮させに完封しての勝利。そして4回戦、ここを勝利すれば入賞、そして世界への扉が開かれる。大一番相手アイスは昨年、そして一昨年連続での全日本大会ベスト4入賞を果たしており、さらに後に4年連続全日本大会ベスト4入賞の快挙、第30回全日本大会優勝、第7回の世界大会優勝を果たす足掛け下段突きをはじめとした武道空手の体現者ともいえる岡本と左の肩と手をさばき、内外下段という得意のコンビネーション、低く構える岡本徹を飛び後ろ蹴りにまさかの吹き飛ばす。安定感抜群でバランス感抜群、むしろ相手の軸を崩すことに定評のある岡本徹、こんな姿ほとんど見たことないですね。かかと落としを顔面に当て左中段回し蹴りで体を刺す。あまりにも鮮烈にして強烈なコンビネーション、しかしそれに岡本徹も左下段を返す。ここまでは一発でニコラス・ピタス手数で岡本徹というところ。戦いは延長戦に続き、戦いの焦点は下段に移ったかと思いきや、かかと落とし気味の外回しを岡本徹の顔面、こんなに上段もらいまくる岡本徹とか本当に珍しいんだろう。下段をこらえて膝蹴りで返し、前蹴りで突き放し、岡本徹は左、ニコラス・ピタスは右の下段に勝つのみなし、誠実ともいえる戦いは体重判定でも決着つかず、試し合い判定もまさかの21枚でドス。異例の最終延長戦へ突入。柏で落ち気合を入れて、開始早々一気点の長男内芸で岡本徹の顔面がのけず、容疑はもはや真っ赤。しかしそれでも岡本徹はダメージを見せようとした。気迫と意地の激突、岡本徹はほぼ左下段一方や、それにニコラス・ピタスは左下段飛び膝蹴り、内股の波状攻撃、前蹴り前蹴りと押し込み構成を取ろうとしますが、岡本徹のあまりの失血のために試合は一時中断。再開後は岡本徹がラッシュを完成、ニコラス・ペタスも全く同じ勢いで応え、ペタス破壊力ともに五分のように思われました。そう、僕だとするなら引
き分けがつけられない最終延長だとするなら、その差を認めるとするなら、もはやどちらが押し込んでいる、いや押し込んでいなくても押しているか押そうとしている、それぐらいしかないのではないでしょうか。ニコラス・グラスがたとえそれで距離を取り、破壊力を増すための戦法だとしても、それを物語るかのように判定は腹心赤にも白にほんと綺麗に分かる。実際自分が判定をしていたとしたら頭が痛くなるように思われる。そして初心が素人に、ニコラス・ペタスは本当に全く差がないようなところで差をつけた、敗れることになりました。かつてないほどの技の応酬、投手のぶつかり合い、精絶なる戦い、その見た目だけを言うのならばダメージの高は岡本徹にあるという。壇上を去って控え室に向かう彼は一言、小さくつぶやいていました。棍棒のような回し、鮮やかなコンビネーション、スピード、パワーに加えて尽きることのないスタミナ、根性、それらを持ち合わせているが、組み合わせ、それにより決定的な実績を作ることが叶わなかったニコラス・プラス。しかしそれがふとしたきっかけから一気に花開き、そしてスター選手への道を駆け上っていくことになるとは、まさしく巡り合わせとしか言いようがないでしょう。私はそんな棍棒のような回し、棍棒男、バットマン、まあはい、まあ他にいろいろ連想するところあるでしょう。とりあえずちょっとかっこいいな、はい、バットマン、ニコラス・ピタス、その彼の活躍を皆様に紹介していきたいと思います。ですのでぜひ高評価コメントの方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。